皆さんこんにちは。今回は復帰生がリセマラするのがいいのかどうかっていう話をしていこうかと思います。まあリセマラするのがいいのかどうかっていうのは、強くなるためとか効率よく強くなるかどうかっていうのがリセマラする目的になるんですけど、まあ、今回は例えばその思い出があるからとか、そのこのアカウント、このデータに思い出があるから消したくないとか、そういう人はまあ、この動画見てもそんな関係ないので、まあ、消さなくていいんですけど、そういう効率とかね、強さとかそういうのだけを考えた場合、こうした方がいいんじゃないかっていう話をしていこうかと思います。まずはじめに、第5層ストーリーのクリア報酬ですね。ボスまで倒した時に、これがもらえるんですよ。安らぎの笑顔優位っていうのが、メインストーリー、メインクエストをクリアするとこれもらえる、まあ、クリア報酬になってるんですけど、これがすごく使いやすくて、スイッチブーストっていう、こう、覚醒効果があって、で、これ覚醒レベル最大4までにすれば、覚醒した時に、覚醒開始時ですね、スイッチゲージが半分も上昇するんですよ。で、そうなれば、ソードスキルの打つ回数が増えるし、まあ、特に片手直剣はね、スイッチの威力が上がる熟練度スキルとかもあって、まあ、すごく使いやすいんですよ。だからこれがないからリセマラするかどうかみたいな話とかもあって、あとは発想ストーリークリアするとこれが今もらえるんですけど、発想クリア済みで復帰するとこれがもらえないんですよ。まあ、さっきの安らぎの笑顔ゆいも5層ストーリークリア済みで復帰するとこれもらえないんで、まあ、これがない人がリセマラっていうかリセットしてもう一回やり直すかどうかっていう判断基準ですね。リセマラしていいのみたいな言う人いるんで。で、まず結論から言うと、この配布優位はなくてもなんとかやっていけるんですよ。ただまあ、この精神統一さんで覚醒率が5上昇って、これ 5% 上昇って意味なんですけど、まあ今、星4、これ星3なんですけど、これめちゃくちゃ強いっていう動画を出したんで、以前。まあそちらは動画説明欄にその動画のリンク貼っておくんで、よかったらね、見てもらえばいいかなと思うんですけど、星4の覚醒スキルの覚醒レベル5にしたやつより覚醒率高くて、で、覚醒率っていうのが高ければ高いほど覚醒中強いんですよ。このプレイヤー装備開いた時のこの覚醒のこの赤いマーク、ここにあると思うんですけど、これを押すと装備している覚醒スキルの覚醒効果全部表示されて、で、この覚醒率が覚醒スキル装備すればするほど覚醒レベル高いほどこのパーセントが上がってて、このパーセントが右のこのパーセントと同じ数値になるんで、まあ、この覚醒率上げていけばこのダメージ上昇っていうのが上がるんで、だからこの配布優位っていうのが強いんですけど、今から行っていくスキルを1枚でも持っていればリセットしなくていいです。俺個人的な意見なんですけど。で、まずこの作詞のアクスアルゴってやつですね。この作詞アルゴって呼ばれてるやつ、あ、これ霧雨さんの SOIF スキルレコードまとめっていうサイト使わせてもらってるんですけど、動画内での使用許可いただいてます。本当にね、すごく便利なんで皆さん使ってみてください。いつもお世話になっております。ありがとうございます。で、これね、作詞のアクスアルゴ、これね、外周一色4バフって最大 HP が多いほどクリティカル発生率が少し上昇って書いてあるんですけど、まあ、これ少しって書いてあるけど、まあ、これがね、出た、このスキルが出たのがかなり昔だったんで、まあ、その頃は少しだったんだろうなって思うんですけど、いや、その頃やってないからわかんないんですけど、今は、最大 HP が125,000まで行くと、ほぼ確定でクリティカル出るんで、で、覚醒、さっき覚醒率の話したと思うんですけど、覚醒中は、これ最大 HP も上がるんで、まあ、その時にね、125,000行くと、ほぼ確定でクリティカルが出るんで、これがすごく周回にいい。次、あと眼帯アリスですね。この決意の騎士アリスってやつ。これが、まあ、片手直剣のモッドスキルに装備すると強いんですけど、装備っていうか装着強いんですけど、まあ、同じような効果のやつ、常設イベントで手に入るんですけど、これ同じ効果のやつね、1枚しかやっぱ配布だと手に入らないんで、まあ、もう1枚あるとすごく便利っていうので、まあ、ただね、ちょっとストーリーだともっと進めるのにいいスキルあるんじゃないかなっていう意見もあるんで、まあ、これは最悪持ってても、まあ、アカウント連携してアカウント残しておいて、
また新しいデータ作ってリセマラして、でやっぱりこのスキル使うデータが欲し、使えるデータが欲しかったら、まあ、それに戻すっていう選択肢もありですけど、まあ、これは最悪リセットしてもいいかなっていう。でやっぱ一番大きいのはこれですね、覚醒のパワーライズ3ってやつですね。このアビリティの効果でパワーライズ3っていうのがあるんですけど、攻撃力が800上昇って書いてあるんですよね。でこれストーリーでもこれ装備してるだけですごい進めるのが楽になるし、まあ、ストーリークリア後もすごく使えるスキルなんで、でまあね、これちょっと生属性ダメージが低下しって、このねデメリット効果があるんですよ、大体この覚醒のパワーライズって。だからまあそのこの覚醒のパワーライズもね使い分けした方がいいんですけど、これあるだけですごく強いですね。でみんなこの夜空に咲く青バラキリトって最強最強言うんですけど、俺がちょっと最強スキルレコード紹介みたいな動画で言ったからかもしんないですけど、これが一番強いってわけじゃなくて、これが最強クラスだよみたいなことを確か動画で言ったんですよ。だからこれが一番強いってわけじゃないです。なんかみんな勘違いしてるけど、俺なんかこれが最強レベルだよとか最強クラスだよって言ってるだけです。これが一番強いわけじゃないんで注意してください。このゲームね、一番何が強いかとかじゃなくて組み合わせのゲームなんです、スキルので。次覚醒のこの次パワーライズ4ですね。パワーライズ4もあるといいんですけど、まあ、これは片手直剣使うときに、まあ、あんまり強くならない効果になってるんですよ、デメリット効果があって。でも片手直剣以外の武器を使う場合は片手直剣のモッドスキルより強くなるんで。でまとめると、この作詞アルゴ、まあ、眼帯アリス、覚醒のパワーライズ3、覚醒のパワーライズ4、どれか持ってたらリセマラしない方がいいです、配布優位なくても。この5層クリアで手に入る安らぎの笑顔優位を持っていなくても、今言ったこの作詞アルゴ、眼帯アリス、覚醒パワーラ3、覚醒パワーラ4、どれか持ってるだけでリセットしない方がいいと俺は思います。同じような意見の人多分いっぱいいると思うんで、まあ、ただねこの眼帯アリスは、まあ、最悪なくても今片手直剣以外の武器のが強いので、スキル揃ってればですけど、ただ片手直剣が強いっていうのは少ない必須スキルで高い威力が出せるからなんですよ。片手直剣のモッドスキル、こういう効果を片手直剣のモッドスキルっていうのに装着するとこの効果がくっつくんですけど、それが強いっていうだけで、スキル揃ってると他の武器のが強いです。だからその50層以下のフロアボス周回する初心者とかそういう人は直剣モッドあった方がいいんですけど、もうちょっと上の階層行くと片手直剣以外の方が強いです。まあ74層とかも直剣モッドで回れるんですけど、でこの配布優位ですね、武功の勲章っていうアイテムと交換できてしまうんですよ。まあ交換できてしまうっていうか、今は交換できる期間じゃないんですけど、メニューアイテム強化交換限定アイテム交換って進んで、で武功の勲章と交換って2つあるんで、まあどっちかにあるんですよ、こういうなんかスキル交換できるところがあるんですけど、これね武功の勲章ってイベントをやってるうちにこれどんどん溜まってくんですよ、スコア報酬かなんかで。でそれでね、スキルレコードと交換できるんですけど、この交換ラインナップにある時とない時があるんですけど、まあめったに来ないんですけど、安らぎの笑顔優位、さっき言った5層クリアで手に入るやつはたまに来るんで、1年に1回来るのかな来ないのかなわかんないけど来ることがあるんで、それで交換できることがあります。あとこの動画撮ってる時点では本当にたまたまなんですけど、この100層実装記念で VS キリトっていうキリトと戦うイベントが来てるんですけど、これやると毎日やってるとこのスコア報酬でマンオブザデイキリト、これ8層クリアで手に入るやつが手に入るので、まあ今の期間だったらいいけど、この動画撮ってる時点だけなんで、まあこの動画ね、出したばっかりの人が見る分にはいいんだけど、すごい後になって見た人、これが多分このね、イベントないので、この期間だけなんで、まあでもこのね、マンオブザデイキリトも、さっき言った、この武功の勲章の交換ラインナップに入ってくることはあるので、まあ長く続けてれば、いずれ、
まあ来るかもしんない、まあ多分来ると思うんですけど、まあ断定はできないんですけど、来ると個人的に思っています。まあ最悪なくてもなんとかなるんで。で、覚醒のパワーアライズ3、この中で一番どれを取った方がいいかっていうと、この覚醒のパワーアライズ3ですね。この動画撮ってる時点だと、この百層への道のりオーダーっていうのが来てるんですけど、この不沈の障壁ヒースクリフっていうのが強くて、まあでも初心者は直剣モッド、片手直剣のモッドスキルで周回するんですけど、片手直剣はやっぱり同じセット内にキリトが入ってくるんで、ちょっとこれキリトが装備されてると、ちょっとこの効果が発動しなくてよろしくないんですけど、まあ最悪このキリトの装備した時に発動する効果なくても、これだけでも、まあ本当にね、50層以下で本当初心者がね、周回する分にはね、なんとかなると思うんで、まあ全然ね、戦えないほどでもないので、まあただそれだけなので、で、これ片手直径以外で使う場合もすごく強いんで、まあできれば、キリトを入れない方が、ていうか絶対入れない方がいいくらい本当は言いたいんですけど、まあ入れなくてもなんとかなるので、これだけでも十分強いので。で、これね、やっぱ俺、覚醒のパワーライズ3持ってるんですけど、持ってるのに欲しくて引いたほどなんで、このオーダーは。まあこの動画撮ってる時点でしかね、このオーダーはないんですけど、このゲームはスキルレコードオーダーが期間限定のものしか今んところはないんで、まあこういうのね、オーダーできたら引くのがいいかと思います。ていうかそのリセマラなんですけど、このリセマラで例えば2層3層とかストーリー進めるとアルカナジムもらえるんですけど、これ何層かまで進めてって、これステップ1ステップ2ステップ3一周までして、これこのヒースクリフが出るまで引いて、で出なかったらリセットってする方が、通常のリセマラよりは遠回りなように見えて早いと思うんで、確率的に当たりやすいんで、そのステップ3まで行けば。まあ当たらないこともあるんですけど、これ 16% でね、確定枠引けるんで、ストーリーある程度進めていって、ガチャ引いて、リセットするのがいいけど、ストーリー見たくない人もいるんで、そういう人は、まあスタートダッシュ、ステップアップオーダーとか、無料オーダーとか、そういうので、まあリセマラするのがいいかと思うんですけど、そっちは本当に、まあ、無料、特に無料オーダーは一日中やっても出ないとか、そういうこと言ってる人ね、全然、ってか、そういう人がほとんどだと思うので、まあ、そっちのリセマラは地獄だよっていうことを言っておきます。まあ、スタートダッシュ、ステップアップオーダーも結構大変らしいんですけど、以上でリセマラ判定基準、リセマラするかどうかの判断基準について俺が思ってることを言いました。だいたいこのサクシアル5、眼帯アリス、覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、どれか持ってたらリセットしない方がいいっていうことです。それだけ。まあただこの覚醒パワーライズ3なんですけど、たまにこういうね、生属性以外全部ダメージが減るデメリットがあるとか、デメリットが大きいやつとか、あとはこういうね、同じセット内でアリス3枚以上要求する発動条件とかあったりするんで、まあそれもね、いろいろ考慮して本当は引きたいんですけど、まあ、パワラ3が、覚醒のパワラ3があったら、まあ、消さない方がいいなって、個人的に思います。発動条件が厳しくても、やっぱ持ってた方が、なんかに使えるっていうか、使えるんで、スキル揃ってくれば。だからね、これらね、持ってたら、これらっていうか、これは、これだからいいってわけじゃなくて、これの覚醒パワラライズ3のやつ。覚醒パワラライズ4のやつね。もうこれって言ったらこれが一番強いって思う人いるからちょっと入念に言っておくんですけど、これだからいいわけじゃないからね、本当に。だからこれらあったら消さない方がいいよっていうお話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。